皆さんどうもこんにちは。今回はギブアンドテイク、与える人こそ成功する時代という書籍などをもとに、優しくして舐められる人と慕われる人の違いについて動画で解説していきます。では行きましょう。まる早速ですが、人に優しくして相手から慕われる人と舐められる人、大きくこの2パターンが存在いたしますが、慕われる人というのはいつも周りに優しくて、困っている人がいれば助け役を買ったりもする。そうしてみんなからいい人だと思われて、いつもその人の周りには他の人が集まっている。そして自分が困っていれば周りのみんなが助けてくれる。もはや私泣かせもなりたい、そんな人、これが慕われる人でございます。反対に舐められる人は、慕われる人と同じく他の人を助けているのに、なぜかいい人とは言われないし、周りからあいつには多少無理なことを頼んでも大丈夫と思われて、大事にも扱ってもらえない。周りに人が集まるどころか、舐められているがゆえにグループの中で孤立しているような時もあるし、困っていても全然助けてもらえない。どうしてだと、モヤモヤも止まらない。これが舐められる人でございます。どちらも人に優しいという点では同じなはずなのに、なんでこんなにも違いがあるのか。というわけでまずは結論。この両者の違いは、自分を犠牲にしてまで人に優しくしているかどうかでございます。まずそもそも人に優しくすると相手から慕われる仕組みから解説させていただくと、それは偏方性の法則が働くから。これは相手に何かしてもらった時には自分も何かお返ししなきゃなと思う心理が働くことでございます。例えば友人が旅行に行って自分にお土産を買ってきてくれたら、次に自分が旅行した時にはあの人にお土産を買ってこようとか、道端で通りすがりの人にモリモリの笑顔でこんにちはと言われたら、自分も急いで笑顔を作ってこんにちはと言っちゃうみたいな、相手からの親切や好意に対してお返ししようとする心理を偏方性の法則と言いますか、優しい人はいろんな人に優しくするから、その分たくさんの人からポジティブなイメージを持たれ、たくさんの人に偏方性の法則が働いて、その分自分も親切にしてもらえて相手からも慕われる。これが慕われる人の仕組みでございますが、舐められる人というのは人に優しくしているのにお返しが少ない。要するに偏方性の法則を邪魔する何かがあるということでございます。そしてその原因が、結論で述べた自分を犠牲にしてまで人に優しくしているということでございます。例えばですが、二人でビジネスをして100万円儲けたとしたら、労力が同じなら50万円ずつにするはずですが、相手にじゃあ俺は60万円でと言われたら、ついつい優しさでじゃあ自分は40万円でいいよと言ってしまうとか、他には職場でちょっと手伝ってと別の仕事を頼まれたとして、実は自分の抱えている仕事は忙しく本当は余裕がないにもかかわらず、断れないのでいいよと引き受けてしまい、自分の仕事は残業したり持ち帰り仕事で終わらせたりする。こういうことを何度も続けていると、仕事を頼んでいる側の人はしめしめと、この人は多少無理を言っても引き受けてくれる人なんだろうと考えるようになります。こうなると自分がしたことに対して相手は価値を感じてくれなくなっちゃう。偏方性の法則が働かなくなる。すると自分は都合よく仕事や要求を押し付けまくられるのに、残業したり困っていても誰も助けてくれないという人生ベリーハードモードな舐められる人が完成すると、そういうわけでございます。じゃあこの地獄のループから抜け出すためにはどうすればいいのか。それは自己犠牲を伴う頼み事にはシンプルにノーという、これだけでございます。人に優しくするのはまずは自分に余裕を持ってから、このマインドを持つことで舐められる人から一気に慕われる人にレベルアップでございまして、例えば先ほどの仕事の例で言うと、自分の仕事が忙しい時は今手が離せないのでこの仕事が片付いたらお手伝いしますと伝えると、相手はこの人は何でもありじゃないのねと考えるようになる。すると仕事を手伝ってもらうにもあなたが今忙しいかどうかを考えなくちゃいけないなと思うようになります。するとあなたの時間を割いて手伝ってもらうという行為には価値があることだという、はよ気づけと言いたくなるくらい超当たり前のことに気づいてもらえるようになる。結果偏方性の法則が働いて、相手から慕われたり自分が困った時にも助けてもらえるようになると、そういうわけでございます。実際に本書でも面白いランキングが紹介されておりまして、与えたり与えられたりすることをギブ&テイクと言いますが、たくさん与える人を本書ではギバー、たくさん与えられようとする人をテイカー、そして自分の利益と相手の利益をちょうど同じくらいにしようとする真ん中の人をマッチャーと呼んで、人間のタイプはこの3つに分類されるよと提唱されておりまして、人生で最も幸福度が高い人、最も仕事で成功しやすい人はギバー、たくさん与える人で、
第2位と第3位がマッチョとテイカー、そして最下位の第4位はギバーと、1位のギバーもいれば最下位のギバーもいる。この違いが今回解説した自分を犠牲にしてまで人に優しくして他人に舐められるギバーと慕われるギバーの違いですので、ぜひとも自己犠牲を伴う頼み事はちゃんと断って、舐められる優しい人ではなくて慕われる優しい人になってトップギバーになりましょうと、そういうわけでございます。さらにですね、体についた余計なお肉、体脂肪、こいつにも体にいい体脂肪や体にめっちゃ悪い体脂肪といった具合にいろいろありますよ、というわけで体にいい脂肪、悪い脂肪6選について解説した動画を中瀬の本棚公式 LINE 限定で無料配信中ですので、興味のある方は概要欄からご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。